田によるノンフィクション、北里大学獣医学部犬部オゲラン2動物愛護サークル犬部に所属する獣医学生たちが動物を守るため奮闘する日々とその後の人生を描いた元作。林が周囲から変人扱いされる犬好きの主人公花井草太、中川が草太の相棒で心優しい同級生柴崎亮介を演じ、犬部の後輩メンバーである錆川よしみに大原秋田智彦に浅香が扮した。林は撮影を毎日楽しかったです、ワンちゃんにも囲まれながら久々に青春を味わいました、みんなのことも大好き、もう一回やりたいぐらいですねと回想。監修として参加した動物トレーナーのアドバイスからバディ犬の知恵との距離を縮めるため、あれなんだろうね、青森あまり来たことなかったけどいいところだねといった雑談を頻繁にしていたそう。林は本当に人と話すようにとにかく二人きりでこそこそ会話をしてました。撮影が進むにつれてどんどん表情が明るくなっていく、思い出すだけでうるっとしますねと振り返った。中川は印象に残っている撮影として真冬の夜に柴崎が倒れてしまい心配した犬たちが寄り添うシーンを挙げる。撮影は真夏、めちゃくちゃ暑い中ダウンを着てました。本当に犬まみれで、犬のフォーメーションは綿密に組まれていてテトリスみたいに犬と絡まって、あんなに犬の温度を全身で感じたのは初めてでした。笑い。犬好きにとってはたまらない経験でしたねと10回。さらに、犬たちの名演として、知演じる花子を秋田たちがアパートまで引き取りに来るシーンに言及し、車が来た音に反応して、玄関に行って吠えて戻ってくる芝居があって。絵本には簡単に書かれてるんですけど、そんなことできるの?と思ってました。でも、ちゃんとルートや吠える場所を覚えるんです。あれは衝撃でしたと絶賛した。映画を鑑賞した上で、ノベルブライトとして新曲、ライフスコールを書き下ろした竹中。動物保護をめぐる厳しい現実の物語にも触れつつ、主題歌に込めた思いを命について書くことが初めてでした。犬部は難しい現実を前にしても、一つの奇跡を信じて立ち向かっていく。そういった思いを込めて作らせていただきましたと明かした。イベントでは、ライフスコールの一節をアカペラで披露する場面も。MC からの、犬部、入部したいですか?という質問には、したいですねと即答。竹中の入部資格について問われた林は、動物が好きであれば、皆さん犬部。だから、今日ここに来てくださってる皆さんも、犬部ですと答えた。イベントの終盤には劇中や宣伝で活躍しているミックスの保護犬知恵、柴犬の木、サモエド犬のサモン、ミヌエットの猫ミッツも登壇。林は撮影の苦労をねぎらい、動物たちを代表して知恵に金メダルを贈呈するも、直後に顔面を舐められていた。犬部、全国で公開中。